ドンゲラこんにちは。こんにちは。今日は宮崎大学医学部の実習室に来ています。で、福祉用具の紹介をしてもらっています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本の地震の時に、実はこのラップフォンが、400台ぐらい入ったんですね。これは避難所に入りました。水もないし、電気は結構復旧早いので電気は来てるっていう状態だったんですけど、避難所でのその感染対策を考えたりとか、汚物の処理を考えると流すところがないっていう時に、ポータブルトイレなんですけど、今入れたのは凝固剤です。これが準備段階でやっておくことです、で、これがおしっこを尿として、便でも当然いいです。で、終わったら作動というボタンを押します。処理を開始します。で、ここに秒数が出ておりますが、今何をしているかというと、さっきの便と尿を、密閉状態にしております、圧着させている状態。今引きずり込まれましたよね。見えている部分は全て今引きずり込まれました、引きずり込まれて下に行って、今圧着をしている状態です。ということは、普通のバケツだったらここに便とか尿とかがついている状態で、もしかすると感染のことを考えると、この辺りに触れてしまうとかっていうことを考えると、ましてや人の便とか尿とかここにある状態で次の人が使うってことは考えにくいですよね。でも仮設のトイレって、下の方には当然残ってるじゃないですか、普通残ってますよね。でもそれでも皆さんそれしかないので、してますけど、この状態であと36秒ぐらい待っていただくと下に切り落とされて出てきます、これが人気なのはまず匂いがしないということ。それと高齢者の方って一番気にするのはその匂いと、バケツの中に入っている汚物がベッドの横にずっとあるっていう気持ち悪さと、それと誰かに便とか尿を見られてしまうっていう恥ずかしさ、これが特に嫌なんですよね。だからポータブルトイレで敬遠されてできたんですよ。当然そうですよね。皆さんも自分の便を流し忘れたとしたら、次の人に見られたと思うと嫌ですよね。それを高齢者だから仕方ないですよねっていうふうに諦めるんではなくて、処理が完了しました、今完了しましたっていうふうに、袋を取り出してください、こういう状態で出てきます。中は当然見えない状態。いいですか。はい、持ってください。ジェルみたいな、今さっき最初に入れた、柔らかい、はい、すごい。で、これは匂いを外に出しにくい特殊なフィルムを使ってるんで、この状態でも匂いが外に漏れにくくなります。で、この状態だと、処理をするのにも、しやすいですね。ご自分で、自立という点で考えると、ヘルパーさんたちが来る、呼ぶんじゃなくてヘルパーさんたちが来るまでは何か別にゴミ箱を用意しておいて、そこに置いておいて、で、溜まったら処理をしてもらう、一つの自立の形でもあるんですよね。ご自分でトイレを、ポータブルトイレを処理できるっていう点を考えると自立とは言えると思いますけどね。中が見えないというのと匂いがしないという、それが一番大きいです。はい。でもこの状態はもう新品の状態と一緒です。
で中にフィルムのカセットがあるん で60回分の同じことが繰り返しできます。